どうも、LR チャンネル金曜日担当の鈴木翔次郎です。僕が今日紹介する映画はこちらです。松井大吾監督による、脚本、伊達空美さんの、2022年の劇映画です。はい。日活ロマンポルノ50周年記念ということで、新たにロマンポルノを撮ろうという企画で、監督3人が撮った企画の一本なんですけれども、僕初めてに、ロマンポルノというものを見まして、そのロマンポルノというのはその何分に1回濡れ場があるとか、なんかそういう おそらくで90分以内とかそういうルールがあるらしいんですけれども、普通に恋愛映画であり、で一人の女性が少し成長する話で、すごい良かったですね。まあそう言われればというか濡れ場は多かったなとは思うんですけれども、はい、でどういった話かっていうと、沢子っていう、20代の女性が、20歳からか始まるんですけど、どうやら OL になって、成り立ての時に周りのおじさんたちからまあセクハラを受けるんです。でもその沢子は そのおじさんたちのいる、この日本社会っていうところをサバイブしていこうっていう、で時間が飛んで25歳になってると、今度は沢子はそのおじさんたちをめでてるというかね、写真撮ってハッピーおじさんフォトグラフみたいな感じの本にしてるんですよね。っていう女性が同僚の、若い男の子に会社で声をかけられて、初めてではないんだけど、同年代と付き合うのは2人目っていう、2人目なんですけど、そこでまた、その2人が付き合っていくっていう話なんです。でまあ出てくる男の人たちがまあほぼみんなクソというか、本当クソ図鑑ですね、クソ男図鑑みたいな映画で、まあみんな自分勝手というか、自分の尺度でしかものを考えてなくて、それをしかも若い女性にすぐ言っちゃうとか、ちょっと痛快なのが、その沢子って人はそういう人たちに対して、ね、全部ね冷静にぐさってね、反論するんですよ。そこはもうなんか痛快でよかったなと思います。もうそれ本当に映画館で若い女性も多かったですね。で入ってたけど、まあ笑いがやっぱりそういうとこは起きますね。痛快におじさんたちに、おじさんの若い男にもそうなんだけど、そのちゃんと痛快に言っていくっていうところは気持ちよかったです。でもまあ本当にクソな男ばっかり出てきたなと思って、その金子大地さん演じてる森って人とは同年代でね、うまくいくのかなと思ったら、まあこの森って男もまあ最後はね相当なクソで、最後泣いてるところとかもう笑っちゃいましたね。自分から問題を起こしといて別れることになったら、ね、男の方が泣いているって言って、別れ方ね面白かったな。で沢子は最後どうなるのか、その若い時から年上おじさんとばっかり付き合ってたのに、家ではお父さんと全然もう会話ができなくなっちゃってて、で最悪なことに劇中途中でその沢子が作ってたおじさんを収集した写真集みたいなのをお父さんに見られちゃうんですよ。なんでそれがそこにあんのかの説明もなく、いきなりあの地獄プリタルヤっていうね。ただそこからやっぱりお父さんとどうにか、関係を修復しようという方向に持ってって、ラストシーンのカット、その沢子の顔で終わるんですけど、その顔がすごいいいんですよ。どこかその森との恋愛もそうだし、そのお父さんとの関係もどこかこう吹っ切れて一個上に行った、あの最後の顔が素晴らしいので、手というタイトル映画なんですけど、最後沢子の顔で終わるっていうね、その顔がまた最高だっていう映画でした。でもまあ沢子は傷ついてますよ、相当その男たちに翻弄されつつ、まあ翻弄もしつつ、でもこれからも強く生きてってほしいなってすごく思える、沢子がね、映画でした。はい、今週は以上になります。また来週もよろしくお願いします。翔次郎でした。